キツネ1号さん多い。どうもー。バクちゃん TV のですね。ドライバー工人です。もうやってられないんだけど。キツネ1号さん振られて落ち込んだのか。あのエッチは一体何だったんですか。あのキスは一体何だったんですか。キツネ一号さんは、もうね、あれですよ。全てをかけてね、こっちで大事にしていこうと思ってたのにね。キツネ一号さん、いい思い出なったからええやんわら。いや、思い出というかね、いや、まだや現実今目の前にいるのでね、思い出っていうわけではないんですけども、ですよね。はあ、まあ朝からね、いきなりそんなこと聞かされてね、もう今日はもうテンションだだ下がりなんですけど。キツネ一号さん、あ、仕事一本つけるのに今日10時出勤で、まあなんだかんだね、あれですよ、お買い物したりご飯食べたりして、11時20分ぐらいからお仕事スタートしたんですけども、今何時ですか？ 4 時40分です。4時間、え、4時40、12時40分、1時40分、20、え、11、え、11時20分か、12時20分、1時20分、2時20分、3時20分、4時20分。5時間、仕事一本つけるのに5時間かかりましたよ、僕。テンション下がりすぎて。彼氏と呼び戻しちゃったんだって。キツネ一号さん、はぁ、先に仲出ししておけばよかったわ。もうね、なんか今まで妊娠したことがないからっていう理由で、なんかもう彼氏とね、生でやって生で仲出しやったんだって。バカじゃないの、この子。ただのメンヘラじゃない。まあまあね、彼氏に仲出しされても、どうせ捨てられてね、子供を下ろす羽目になって、その分のね、中絶費用を結局ね、風俗で稼がないといけないっていうね、もう最悪な状態になるのを目に見えてるのにね、こういう子ってバカよね、本当にね。はぁ、もうやだ。お客にもやられてきたよね、本当にね。嫌なってきた。まあ普段ね、昼間働いてて、日給がね、時給が1000円で、まあ日給が、まあよくて8000円とかそれぐらいでね、仕事してる子がね、うちの店出りゃね、1時間でね、普通に1万円超えちゃうからね。キツネ2号さん、ナム妙法蓮華経。バカだす。ナム妙法蓮華経。せっかく19のね、レイカと生で、エッチできたと思ったのに、もう振られたんですけど、僕。なんで元彼とより戻すの？そんなある普通。ねえ。しかもですよ、別れてて、その彼氏にね。キツネちゃんさんメガホンをプレゼントしました。あ、メガホンっす。ね、風俗を始めたのも言って、ね。ね。その風俗の、オーナーともエッチしたってね。そんな話をしたにもかかわらず、その男はね。キツネ2号さん1回でもでけただけ、ええやんか。まあ、でけただけいいですけど、でけただけじゃなくて、まだ今日も出勤してきてるからね、こいつ、ほんで。仕事行っとるからね、今。
カじゃねえなこの女。バカ女だわ。はあ、もうやだわ。キツネ1号さんまた彼氏に振られた時チャンスやな。まあね、キツネ2号さんでも立ったんか出たんか。立ったというよりかはもう無理やり入れた感じ。出たんかって言われたら出てないです。立ってないし、だから言ってんじゃねえ ED だってね。でやってる最中にね、なんか鎌倉飲んだけど、なんかもうそのままなんかもう時間もムードも何もなくなってね、そこで終わり、最低でしょ。インコール遅いからちょっと待ちかけとだけ聞いとこう。疲れてない。キツネ2号さんそんなん下打ちに入らへんな。え？まあね。まあ入らないでしょ。キツネ1号さん社員教育って名目でやればいいよ。キツネ3号さん、生玉おるんか。生玉ですね。キツネ2号さんも持ちぬエミリも持ちぬエミリ呪文やで。もう多分ね、そいつらのなんかこう、たたりというかね、マイナスオーラ満開じゃないですか、それマジで。もキツネ3号さん振られたってどういうこと。働いてる女の子やろ。働いてる女の子ですけど、ね、キツネ2号さんする前に呪文を唱えたら立つかもしれんで。絶対立たないわ、その3人。その3人の名前聞いただけで立たないわ。キツネ3号さん勃起不全。まあ ED ですからね。ちょっとインコール遅いんだけど、こいつ10分以上。キツネ1号さん赤マムシでも飲んで。まあね、赤マムシも必要かもしれないですね、もうね、本当に。はあ、やってられないわ。キツネ2号さん大体風俗に来る女なんて信用するさかいあかんのや。もしもし、はい、はい、お疲れさん。うん、521ね、はい、うんうん、はい、じゃあ1万9000円もらってくださいね。はい、今からタイマーかけますのでお願いします。はい、インコール来たわ。はあ、キツネ2号さん、はい、入りました。ああ、そうそうそう、ホテルの順番待ちだったみたいね。やればいいの、こんなやつ。やれたよ、やれた、やれてしまえば。守るべき立場やのに、なんかもうね、あの男ができたとかそんなのだろうね、もうどうでもよくなるよね、本当に。もう守る気もなくなるわ、もうこっちは命がけでね、女の子のね、あの身の上も全て、プライベートも含めてこっちは全て心配してるわけですよ。ね、オーバードーズしてないかとかね、リスクはしてないかとか、ね、キツネ1号さん時間何分で1万9000なの。あ、これ割引なので60分1万9000です。うち高級店やからね、うん、その辺の激安店と一緒にしないで。はい、ね、うちは高級店ですよ、はい、うん、キツネ1号さん高え。いや、うちは普通、全然普通ですけど、はい。これで坊主ないからね、この子、言うとくけど。あの、よその店の高級店とか、あんなもん、女寄せでね、あの求人のために作ってる店で、電話もならないしね、あの、あれでしょ、あの、もちろん仕事もなくて、結局激安に行かされるけど、うちは普通になってるから。キツネ2号さん、飛びたより安いやんか。飛びたより安いっておかしいやろ。
飛びたいよりおかしい。安いっておかしい。飛びたいは15分1万1000円。20分1万5000円。キツネ153キャンセルされたことないのか。キャンセルなんかないですよ、指名なんだから。ね、指名ですよ、うちは。あの、キツネ2号さん、志田さんくらい嫌な。あなたたちというかね、あの、店やってる側もそうだけど、なんか、フリーっていうコースあるでしょ？フリーっていうわけのわからんコース。うちそんなコースないから。うちは、あの、基本料金プラス指名料でしかお話をしない店なので、ね、あの、フリーっていうものがないんですよ。フリーって、だってね、女の子が一人しか待機してない時にフリーで電話してもね、誰々ちゃんに指名なんですよ。キツネ1号さん、写真偽造でないの。あ、写真偽造じゃない。だって、あの、動画で行きますから、うちの女の子たち。うちの女の子たち全員動画で行きますから。あの、写真とかパネルマジックとか一切ないですから。うん、むしろあの、そんなんもフォトショップを使うのもめんどくさいから、女の子たちには、もう、数の写メちょうだい。のしていい写メちょうだい。いや、多少ね、あの、スノーを使ったりとか、ね、あの、ちょっと、いじったり、目を見ようといじったりはしてるでしょうけど、ね、あの、そんなよそみたいにね、パネマジなんかしないから、スタイルもそのまま、ね、顔もそのまま、ね、それで、60分1万8000円とか、1万6000円とか、安くても1万6000円、だから今の子1万9000円ですけどね、聞こえてたように。いうことですよ。わかりますか？あなたたち、ね。あなたたちとはね、やり方が違うんだよ。フリーで電話してんのに、今日この子しか、今この子しかいないんで、何々ちゃんになります。キツネ1号さん方、ね、指名料が。いや、指名してへん。フリーつってるやんけ、こっち。じゃあいいわ、ってなるでしょ。ね。まあ僕は、僕だったら、あの、そのまま呼んであげるけど、ね。君たち貧乏人はね、フリーで呼ぼうと思って、フリーで呼ぼうとしたら、何々ちゃん指名になります。プラス3000円です、4000円です、言われたら、あの、払わないだろ。ね。で、そんなことをして指名料もないしね、フリーの仕事ばっかり安く。結局、激安店じゃん、そんなの。ね。何店とはどこのなんていうお店かは言わないけどね、見えちゃばっかり見えちゃ頼みでね、そんなことばっかりしてるけど、フリー今だとフリーウェリーでこの子が来ます。いや、意味がわかるよ。それフリーちゃうやん。フリーでもないしね、もうその時点でその子はもう安売りをさせられてるわけですよ。そんな売り方するから女の子がもうね、見えちゃっても出なくなって嫌になってね、そのうち出勤もしてこなくなるのよね。何、あの、バカでもちょんでも見えちゃっととヘブンだけ乗してね、あの、事務所借りて届け出してね、あの、電話を受けて送迎したらデリヘルできると思ってるだろう。な、そもそもそこが間違いなのよね、君たち素人たちは。わかる？ねえ。こっちは何十年もやってんの、この商売ね。素人の子、だからうちはほら、どっかにおった子引き抜きなんか一切ないから、だって素人なんだもん。完全未経験だから、うちの女の子、全員。ね、未経験を未経験のまま届けるからね、60分1万9000円取れるわけですよ。わかりますか？わかりますか？ねえ。まあ、まあ、ぶっちゃけ僕のチンコは入ってるけどね、この子。キツネ2号さん、さすがコンサルや勉強になるな、ね。入っとるけど、チンコは入っとるけども、ね、一番最初のね、3人目まではのお客さんはね、僕のチンコも入ってないままね、行ってるわけですよ。うん。わかります？うん。まあ、チューはしたけどな。チューもしたし、おっぱいももんだし、ね、まあ、てめこだけはまだしてないな。てめこはまだしてないな。あのね、この子ね、あの、くんにするとね、もうすぐ行きそうになって、あ、行く、行く、行く、わかる。キツネ1号さん、土曜日だと忙しいのか。ってなって、ね、それ以上やるとね、殴られてんけど。くんにしすぎて殴られたのは俺、生まれて初めてだわ。殴られるってどういうこと？ちょ、本気で殴られたんだけど。やめてって言ってるやろって言われて。まあ、事務所の中でね、押し込まれたら大変やと思ったんやろうけど、うん、この子もう、あの、まだ行ったことないらしいけど、あの、あれで大体ね、あの、行くっていう気持ちが分かったと思う。うん、まあ、これからね、いろんなお客さんに当たってね、バイブやローターをやられてね、ガンガンやられてね、そのうち、あの、行くことを覚えてね、もう今の彼氏とのセックスなんかどうでもよくなって。狐2号さん、殴られて嬉しいくせに。ね、うん、もう別れてね、ガンガンうち出勤してくれたりね。なんで殴られて嬉しいね。でも、あの、ぶっちゃけね、僕、この子をね、あの、月100万稼がせる自信はありますよ。100万円ぐらいは稼がせる自信はありますよ。ただ、出勤してくればね。うん、生理以外の日に、まあ、出勤してくれたら、まあ、そうやな、1日6時間を20日間やってくれたら、まあ、100万いけるかな。うん。1日6時間、6時間。6時間で100万。で、こいつの時給が1時間1万とし、1で 5万入れて、うん、でしょ？まあまあ、間が空くから、8時間出勤がいいかな。8時5時出てくれる、もしくは。キツネ2号さん、整理中は特別料金にしたらええんや。や、整理中は特別料金とかじゃなくてね、海面詰めるか、まあ、休むかかなとは思ってるけど。まあ、それはこの子次第やけどね。それでも出たいって言うなら、あの、それはそれでいいかもしれない。整理中料金です。ただいま整理中、みたいな。うん。ね、あの、レイカ、カッコ整理中、みたいな。新しい店やな、それ。うん、それでもよければね、全然
僕はいいですけど、まあ普通にね生理休暇取らしても全然いけると思いますよ。キツネ2号さん、うん、風呂場の血の海セックスも悪ないで。まあね、うん、あのぶっちゃけ今日ねこいつ問いただしてんけど、まあ円盤はしないらしいわ。基盤もちろん基盤上でもないし円盤上でもないらしいです、この子ね、うん、別で何ぼかもらったらやる子なのって直球で聞いたったけど、やらないらしいです。いや絶対嫌ですって言うと、あ、そういや別にあのやれっていう意味じゃないよって、やらんでええねんけどってやる子なのって聞いたら、やらないですって言ってたから、まあまあそれはねうちの誓約書で書いてあるからやらんで正解なんですけど、うちちゃんと入店誓約書っていうのをうち取ってますからね、うん、入店誓約書ね、入店誓約書ね、ね、当店の従業者としてね顧客にサービスを提供するにあたり下記条項を厳守することを誓約しますっていう入店誓約書を僕は書かしてるので、女性従業者にね、私はね、規定の規則や注意事項などね、規定と約束した事項を守るとともにね、規定の指導に従って業務を行いますとかね、出勤時間及び出勤スキルを厳守しますとかね、まあ、この辺は多少はいいよって言ってるんだけど、うん、ね、あの顧客に対していわゆる本番行為は行いませんとかね、うん、サービスを提供して金を受け取ることしませんとかね、まあ、店以外のところでね、あとはね、個人情報偽りはありませんとか、あとは薬物をね、使用はしませんとか、うん、まあ、長期対長期休暇とか、あと退職に関しても、まあ、あらかじめって書いてあるけど、別にこれは、ね、僕どっちでもいいんですよ。僕が言いたいのは、要はね、本番行為しないっていうところと、あと、まあ、薬物しない、この2つは絶対、この2つ以外はね、ぶっちゃけどっちでもいいです、入店誓約書とかしてるけども。直引きしたかったら直引きしてもいいよ、ただ俺は守れへんだけやから。うん、それだけのことですよ。僕の店に出て僕のうちの客顧客と何かあったときは僕は全力でね女の子助けますよ、うん、客を潰しに行きますけどね、天外をしたね、そんな直引きをしといて何かやられたから助けてくださいって言われてもね、何を言ってんのお前っていうだけのことでね、うん、他かお前はっていう話ですよ、うん、それは自分で解決しはったらいいんちゃいますかいうことね、うん、それ以外はね全然僕はね心広いのでね、従業員同士が付き合おうがね、結婚しようが2人が辞めようが、僕はそんなことはどうでもいいです。また新しいね女の子探してくる新しいスタッフいるや、それで済む話ですからね。どうせ男と大人の男と女なんだからね、さあできることもありゃね。キツネ2号さん、入店誓約書1、うん、店長に定期的にボディチェックを受けること2、時々 JC のコスを着用すること、ね、3、店長の訓示を受け我慢するトレーニングをすること、4、店長をどつかないこと。いいな、もうその4は入れとかなあかんな、ね、社長は殴らないとかね、それ入れとかないと、なんで俺殴られたんかよくわかんないんだけど、気持ちいい思いをさしたのにやめて言ってるやろってめっちゃ怒られてんけど、どういうこと、ね、めっちゃパンツ脱がして訓にしてね、なんかあの時死にたかったらしいんだけど、死にたいってどういうことと思いながら、キツネ1号さん、わらわらわら、で、あれなんやろな、髪の毛黒、あ、言っちゃったね、美容室代俺払わされたんだけど、5400円のなんか店名も書いてない、ただの金額と日付しか書いてないわけのわからない領収書持ってこられて、いやいやちゃんと書いて書いとけよここは。キツネ2号さん、多分おじさんの M の部分を開発したかったんやな。もうどうでもいいから、お金は払ったけど、うん、いいわと思って、どっちでもいいわと思って、あ、本人の住所名前を書かせばいいのか、どっちでもいいや。早く分かれへんかな、彼氏と。どっかに女の子いねえかな。キツネ2号さん、今事務所か。事務所なわけないでしょよ、これ。どっからどう見ても外配信でしょ、あなた。これ事務所って。おかしいでしょよ。ラブホ街にうちは事務所ないです。うちの事務所はね、ラブホからちょっと離したところに置いてます。最初待ち合わせに行くことにしたいから、こういうところに事務所借りようかなとも思ったけど、
家賃高いから次の事務所も新事務所もね、あ、言いそうになった新事務所も全然ホテル街と別のところにあります。広い 2L のね、待機場兼ね、あの住み着けるところもね、ある お部屋なんだけど、キツネ2号さん女デリ中華。そうそう、 今さっき入ったところです。はい、あの1万9000円のコースでね、入ったところなんで、はあ、キツネ2号さん、静止画や思たら動画やないか。動画ですよ、はい、これ、ね、ちゃんと外からやってますよ、うん、外からの配信ですよ、これは、はい、キツネ2号さん、上町第一のそばみたいやな。上町第一、ああそうですね、谷町9丁目ですからね、うん、上町第一ですね。キツネ2号さん、大阪でそういう坂道は上町第一しかない坂いな。マジっすか。ああ、まあまあまあ、そうですね、市内の坂って大体上町第一の上町断層のこの辺ですもんね、うん、キツネ2号さん、そこ地震来たらよう揺れるで。マジっすか。キツネ2号さん、大地の下辺は津波も来るかもしれんで。大地の下辺は津波、ああ、まあ下の方はね、来そうですよね。うん、でも上の方に行ってると、坂の上に行ってるとね、全然大丈夫でしょうね、これね。はあ。キツネ2号さん、上やったらどうもないわ津波は。キツネ4号さん、お疲れさん。あ、お疲れさんでございます、ね、もうね、19歳の小娘に振り回されて、もういつも振り回されるの、このメンヘラどもにね。もう気引くだけ引いてね、チンコを入れさせられてね、お金使わされたらポイされるの、大体が往々にして。キツネ4号さん、待機中。そう、待機中。キツネ4号さん、何分待ってるわけ。1時間ぐらいですよ、1時間ぐらい。もうあと1時間もないですけどね、ちょっと前に入ったんで、うん、もう言えないわ。あー、19歳の子も攻めに振り回されて。キツネ4号さん、退屈。退屈というかね、もうやる気なくなりました。
仕方がないわ。レイカに振られた。めっちゃ可愛いんだけど、レイカ可愛くないですか。みんな君たちにこれ見せてあげられないのがねあれなんだけど、めっちゃ可愛いんだけど、どうしたらいい、どうやったら見せれる君たちに。胸元開けてねチャットをしているあのね姿をね君たちに見せてあげたいんだけど、見せれないわこれ。近頃の女の子とあれよね、バカが多いよね、バカが、まあ、バカじゃないとフォグルなんかしないんでしょうけど、ね、そもそもね。ああもうやだわ、暇な店は電話の一本もならずにね、ずっと暇っぽいのにね、うちはちゃんとこうやってね、あのうちは坊主のない店だからね。キツネ2号さん退屈しのぎに千釣りでもしたら映画な。千釣りはいらないです。千釣りはいらないですけど、生玉神社はたまに行きます。生玉さん似てるので生玉神社にはたまに行きます。飯でも食っていこうかな。飯食いんでも結局ね、僕あのレイカとまた晩飯一緒に食べるからね、今食べてもまた食べるでしょ、だから太るんですよ僕。大変なんだけど、ね、まあ、そんなこんなでね、ちょっとへこんだ一日でした。そうそう、彼女とか彼氏とかって思うからダメだ。彼氏がおってもねエッチだけさせてくれたら僕は全然いいんだけど、それもダメって言われたんだけど、どういうこと、なんでセックスぐらいさせるわな、サービスで稼がしたってんのによ。まあまあメンヘラちゃんだからね、どうせコロコロ言うことコロコロ変わるから、うん、どうせまた離婚、あの別れるかね、あのうん、まあ、こっそりさせてくれるか。でもなんか一緒に住むみたいなこと言ってんだけど、バカじゃないのっていうか、多分一緒に住んだらあのねあれですよ、彼氏絶対紐になるから、こういうパターンって、うん、あの素人の男がね風俗嬢と簡単に付き合えると思ったら大間違いからね、大体あのあこいつでしのげるわって思いよるから、うん、そう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 、そうなったら逆にこっちのもんやけどね、うん、100万円稼がしたるけどね、逆を言えば100万円稼がしたるけど、狐2号さんおじさんにはメンヘラ女が集まってくるな。まあまあまあ、でもねメンヘラ女をうまく使うから僕らは仕事のやりがいがあるわけです。みんなメンヘラ女に引っ張られてね、なんかそれがなんかこき使えないでしょ。でも僕はほら素人の女の子なのにこうやってくくれてるからね、全然出勤してくるから、僕やったら、うん、なんかもうみんな連絡取れへんなったり、一日で逃げられたりするでしょ。うちはちゃんと毎日出勤してくるから、うん、ね、僕のこと社長って呼んでね、お手でつないでね、チュッチュッチュだから、まあ、そんなことないよね。キツネ2号さん風俗女には紐か貢ぎ男し